はい、こんにちは。こんにちは。兄さん、いや、広島のめくるめくる夜ですよ。いや、素晴らしい。久しぶりにキャバクラとか行っちゃいますか。あ、いいですね。いいですね。はい、リクさんも大人ですしね、我々も。今日はね、この何でしょう、流れ川。流れ川の脇を、大人のね、大人の感じでね。兄さんたち、抜き私、キャッチの人。あれ、ちょっと待って。外してもらってもいい。あ、引っかかんなかったか。今試してたのよ。純粋な気持ちでちゃんとパトロールしてるのかって言って。あ、そういうことか。やっぱ引っかかんないね。そうですね。さすが、たまに俺抜き打ちやってるから。抜き打ちで、こういう風にパトロールタイム抜き打ちやってるんだけど。あ、そっか。調査としてね。抜き打ちで抜き合ってるから。じゃあまあこの3人で。そうですね。結局ね。そうですね。はい。パトロールですね。パトロールしがいのありそうな街ですね。そうですね。悪い匂いでも期待します。しますね。広島第2弾はパトロール行きましょう。はい、流れ川ですよ。そうです、流れ川という、まあ繁華街ですね。東京でいうところの歌舞伎町ということで、ちょっと馴染みすぎなんですけど。キャッチのお兄さんみたいな。大体こういう時に僕いるんで。そうですよね、大体いますよね。キャッチのふりしてパトロールしてますから。そうです。でもなんか空気は汚れない感じしますね。そうですね、なんか臭い匂いしてます。そうですね、臭くない。確かに池袋歌舞伎町は臭いですからね。臭っせー。あの街は臭いですね。歌舞伎はダメだ、あれはダメ。これもうガオーのレーズ、ガオーっつって。ガオーで、これなんですかね。これライオンだよ、これ。どんどんガオーっつって。ちょっと、あ、お兄さん。あ、はい。なんか今日かあ、ちょ、今ちょっとすみません、撮影してて YouTube の。あ、そうなの。はい、困るな。え、だ、まずいですか。まずいな。あ、本当ですか。ちょっとまずくないですか、一回。どうした。あ、あげてみて。どうした。あ、すみません、お兄さん、こういうの言うんですか。お兄さんももしかして、なんかやられてる。全部やってる。全部やってる、これ。ちょっと肩触らせてもらって。そうでしょ。だよね、だよね。助かった。よかったです、よかったです。ありがとうございます。よかったないんで、結構まだ。まだいるんで。すいません。大丈夫だよね、これでね。そうですね。今どれ。大丈夫です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません。いやー、怖かったな。危ないですよ。危ないですよ。すごい現状。離れちゃうとこうなっちゃうんで、常に一緒にいてください。いや、マジ怖かったわ。ディズニーランド行きたいの。ディズニーランド、そうですね。多分ここで購買意欲とか欲とかもかき立てられて、お金落とすようになってるんでしょうね。なるほどね。かもしれない。できてるわけだ。仕組みが分かってきました。騙されないぞ。面白いですね。なんか旅やる人もちょっとしたいですね。したいですね。なんか焼き鳥食べながらとか、つまみ食いしながら。もうちょっと見てみますかね、いろいろ。でグリル、Dさんですか、レンちゃんですかって言われるまで帰れません。広島、どうでしょうか、認知度。認知度調査。一人でもいいんですよね。一人、誰か一人でも知ってもらえてたら、帰れます。帰れます。クリアということで。わかりました。ほら、もう本気出す。本気出した。いや、一応や、一番年月やってるからね。そうですよね。そうですよね。チャンネル登録者数も一応多いですから。まだね。今ね、ちょっとさっきの繁華街とは違くて、ちょっと若者向けな感じのとこ来てまして、すごい全然なんか、だから大宮って感じ。パルコあるし、大宮ですね。はい、大宮スタバあるし、メチャンドエムあるし、信号渡ってすぐなのに、信号渡ったら大宮。あ、便利だな。あ、じゃあ、そう、ありがとうございます。 D さんファンの方、いらっしゃいました。ありがとうございます。D さん、バエバエてる、バエっていうか、バエフリーザみたいな色になってる。やばいっすね、これ。マックスティーン、体に悪そうなんですね。体に悪そうっすね。うん、芋、うまいっすか。芋なんですよ。紫芋、竹山も芋じゃないですか。はい、芋っす。芋だ。芋一番ベーシックな。黒糖タピオカミルク、それも美味しそうっすね。はい、感じる甘み。いや、広島のね、はい、今パトロールなんだけど、ここもう平和なんですって、はい、やっぱり今お客さんとかの通る人とか見てるとガチガチした人もいないし、はい、だからこそ多分成り立ってるのかなっていう。
そう、じゃあそうじゃないとそもそも誰も来ないじゃん。うん、そうですね。紹介していただいたのがさっきのチンピラの、はい、チンピラ役が、チンピラが、はい、そもそもセミナー主催してくれた、はい、そうですよね、たくみくんね、たくみさん、はい、ありがとうございます。バイソンたくみです。ありがとうございます。バイソンは俺が付けた。はい、バイソン、バイソン、なんでバイソンだ。いいな、はい、つけてますね。これからもバイソンみたいにバルクモリモリつけて。はい、頑張ります。はい、でたくみさんの今日の紹介ね、こちらの、はい、はい、お店ここは、ひばちゅうさんっていう、ひばちゅう、はい、スタンディングバー立ち飲みのお店です。パンパンですね、なんかね、パンパンです。もうすっごい人気のある、はい、もっとびっくりするぐらい人気になってるから。愛を感じるわ、やっぱり広島県民は。そう、本当そう思いました。カープ、カープ広島、足元にもカープ。はい、広島の平和な夜に。おーい、おーい、ですね。いや、高校生してるね。高校生してますね。高校生してるよ。自分とあずみさんはね、ウーロン茶ですから、お子ちゃまだから、まだまだお子ちゃまですね。広島のね、この地元感を味わったところで、はい、これから、原爆ドームに向かいます。あ、いいですね。チンチン電車に向かいます。あ、チンチン電車、チンチン電車、これあれ乗りたかったんですよ。これ路面電車ですよ、広島の。なんでかっていうと、俺の世代っていうのは裸足のゲーム見てるんですよ。裸足のゲーム見てますからね。むすびーつって誰ですか。むすびーつって。むすびって誰ですか。むすびしゃぶやりすぎて殺されちゃったんだよ。ヒロポンですよね。ヒロポンやりすぎ。あ、ちょっと待って、思い出したぞ。何すか。俺高校の頃こう通ったわ。マジすか。来てんすか。順平に期限分かる。あれ勝手なこと言いました。ハンドクコードで和菓子くやってんすか、いちご大福の店。あんだけ看板かかってれば。そうですね、主張がね、クリスマスカラー。俺も食べよう。やっちゃいました。これだってすごいっすよ。これ見た目がまず超ユニークで、めっちゃ白いんですか。はい、何回に食べるの。え、 D さんこんなの気にしないでしょ。気にしないで。D さんだったら結構こういうのが一番うまい。いや、フィジークのこれですよ。あ、ひねってますね、このポーズ。あ、それ違います。それ女子です。これはすごい主張してた今。女子のボディ、フィジークかボディビル。女子のフィジークです。これ、うん、これは乾杯、乾杯、乾杯。あ、抹茶っす。うん、抹茶だ。こっち粒は、うん、うまい。いや、ここ来てほしいですね。原爆ドーム近くの地下スタッフのお姉さんがセクシーっていう。本当、普通だけど、エロい。なんかそうですね。和菓子っぽくなかったですね、綺麗なお姉さん。それうまっ。抹茶だ。うまいっすね。はい、原爆ドーム、こちら。はい、これリアルな原爆ドームですね。そうですね。これが歴史ですよ。そうですね、はい。元気さん、どうですか。いやちょっと言葉失いましたね。そうですね、うん、そう、やっぱり、ね、日本人たるものを一度はこれ手を合わせたいっていう。そうですね、はい、それはもう合わせなきゃいけないものだと思っておりますので、はい。もう一つの歴史がこうありましたっていうことを ね、皆さん見ていただくということで、じゃあ手合わせておきますか。はい、はい、すごいですね、これはかなり衝撃ですね。いやちょっとすごいですね。すごいですね。はい、というわけで、広島に来たら行こうねって言ってたところに全て、行けたというところですね。やっぱりその広島の繁華街すごい綺麗で安全でまた行きたくなるというところです。嫌な思いをしない街ですね。まあ、本当楽しかったですしね、良かったです。人も街も良かったですね。そうですね。規模がでかいですね、その繁華街、街、商店街程よく大きいみたいなね、遊びやすく。どこも混んでましたね。混んでました、うん、なんかそれがすごいと思った。お好み焼きがやばい、ね、全部4軒ぐらい入れなくてたらい回しにされてね。明日はジビエのバーベキュー。ジビエバーベキューいいですね。タンパク質三昧ということで、はい、わお、初のホエール食べるぞと。ホエール、はい、ホエールミートですね。はい、ホエールミートです。ホエールミート、ホエール国分ですか。はい、ついにホエール国分家取りにしました。やっとか。美味しいの。いやもう、おいしい。はい、というわけで、みんなでね、
この後まだまだ夜は続きますから、ね、そうですね、はい、じゃあ広島第2部は終了ということで、そうですね、第3弾楽しみにお待ちくださいということで、おやすみーと、おやすみーと